ニコラウス・クザーヌスは中世ドイツの哲学者、神学者、数学者、数奇教であり、博学者。ドイツのモーゼル化藩の港町、クースに裕福な選手の家庭に生まれる。幼い頃の記録は不明確であるが、父親に理解されず、苦しんだようである。領主の援助を得て、オランダに留学、経験主義的な教育を受けたとされる。 ハイデルベルク大学で自由学科を学び、翌年にはパドバ大学に移り、1423年教会法の博士号を取得。1425年再びドイツに戻ってからは、ケルン大学にて教会法を講じつつ、同時にハイメリクスでカンポの下で学び、ニセディオニシュース・アレオパギタ、アルベルトゥス、マグヌス、ライムンデス・ルルスらの思想に触れる。この頃から、 写本発見家としても人文学者になお知られていく。その後1430年司祭に除会され、バーゼル公会議では、公会議派の立場で活躍、巧妙を得るが、後に、強硬派に理解を示すようになる。このような姿勢に、彼の柔軟性が垣間見えるが、当時としては、誤解を生む行動でもあったようである。東西教会の和解のためにも奔走し、強硬施設として、 コンスタンティノープルを訪問。また、ドイツを強行代理として巡察し、強い抵抗に苦しめられつつも改革に取り組んだ。1448年に、数奇教、1450年ブリクセン大司教。最後は、中世の友人である法王オーピウス二世の十字軍構想に、従い、病心を押して、ローマを出立するが、トスカネリに見取られながら1464年通り、 にて死去したクザーヌスは、チアルムチや、反対の一致などという独創的な思想を唱えた。クザーヌスによれば、神の本質は、あらゆる対立の統一イコール反対者の一致である。無限の中では、極大と極小が一致する。すべての秘蔵物は、神の写しであり、それぞれの独自な個性を持ちながらも、相互に調和している。中でも人間は、 自覚的に神を映し出す優れた存在であり、認識の最終段階においては、神との合一が可能であるという。彼の施策は、中世の混沌の中から近代的思考を準備したと、高く評価されている。対立したものに調和をもたらそうという自身の思想の実現のため、東西教会、キリスト教とイスラム教やユダヤ教、公会議派と法皇派など、常に、 いろいろな立場に理解を示し行動を続けた。また、ジョルダーノ・ブルーの、ヨハネス・ケップラー、ゴットフリート・ライプニッツ、カール・ヤスパースなど、後世の見学にも多大な影響を与えた。日本でも、生誕600年を機に注目が高まって研究が進んでおり、関連書籍の出版などが続いている。ありがとうございます。